ってるよ。そしたらインスタグラムで子供たちに質問を募集させていただいたので、じゃあ少し質問リリーちゃんにまずしていこうと思います。お兄ちゃんはちょっとやってくれるかわからないので、リリーちゃんにまずお願いしてみます。じゃあまず最初いくよ。好きなおやつは何ですか？だってママが作ったプリン。かぼちゃプリン？お茶とかぼちゃプリンが好き。お茶のプリンはほうじ茶を使った、そうそう、プリンだと、だよね、茶色いやつ。次はリリーちゃんとニーニーの質問で、英語は喋れますか？だって、うん。そうだよね。なったら日本とアメリカどっちにリリーちゃんは住みたいですか？日本。どうしてですか？日本の方がさ、なんかたくさんさ、いいと思うとかさ、骨を見つけるのスタートしてるから、リリーちゃんのなりたいお仕事のスタートは日本からしたいから、うん、そう、日本に住みたいってこと、うん、ちなみにリリーちゃんは恐竜がずっと大好きで、今日も恐竜の服着てるんですけど、ダイナソー、日本語だと恐竜の博士、というか骨とかをこう見つけたりする人に、ダイナソーリサーチャーになりたくて、というかなりたいそうです。でそれのお仕事を、それをなるにあたってアメリカじゃなくて日本で基盤を置きたいそうです。じゃあママから質問しようかな。リリーちゃんが今一番好きなものは何ですか？なんか何でもいいんだよ。アートが好き？あ、学校じゃなくてもいいんだよ。お家と何でも、今すごい一番好きなこと、ハマってること、これが一番夢中っていうの。それは今一番何が好きですか？なんか作る。やっぱり作るのが好き？そうだね。手先で使う細かいことがすごく好きで、これはリリーちゃんのスケッチブックです。面白いのが、こうご飯中とかになんとかが降りてきたって言って、これ最近の絵を見せたいそうです。今日ね、これ描いた。うん。これ今日描いた。これは枯れた葉っぱがついた木の後ろに太陽が見えたんでね、その絵を描いてくれた、描いたそうです。でリリーちゃんはアメリカ生まれで、両方の国籍を持って、今現在国籍を持っていて、で5歳の義務教育のタイミングからアメリカの、そういうアメリカの学校に通いだしたので、今2年生セカンドグレード、2年生っていうのかな、キンダーガーデン行って1年生、2年生、3年目になります。週に1回、土曜日の午前中だけ日本語学校にも行っているので、日本語も学びながら英語も学びながらっていう感じで両方、毎日頑張っております。じゃあリリーちゃんのご質問は以上です。ありがとうございました、リリーさん。お兄ちゃんに質問してみます。まず何歳ですか？12歳です。12歳です。日本だと小学 6年生です。こっちだと7年生になります。じゃあまず最初は、好きなおやつは何ですか？山梨のおばあちゃんが送ってくれたキラズ揚げかな。おお、キラズ揚げ、うん、まあ、一番ではないけど、あれが好き。トップ5ね。信玄餅も好きだよね、うん、あのお餅、あの山梨の名産みたいなやつ、お汁みたいなかけて、そうそう、食べる。次はリレーちゃんにも聞いたんだけど、英語は喋れますか？うん。どっちが楽ですか？日本語というの、うんうん、日本語、日本語の方が楽、書いたりするの英語だけど喋るの日本語。
じゃあ自分の経験を何かしたものを誰かに説明するってなった時もう日本語の方が楽、うん、で次、大きくなったら日本とアメリカどっちに住みたいですか？日本。うん、2人とも日本なんだよ、リリーちゃんも日本だって。理由は？うん、日本は好き、ご飯が美味しいからそれが一番の理由、うん、それが一番の理由。あとは、まあ、いろいろなんだ。ご飯が、そう、あのニエちゃんはやっぱ日本食がすごく好きなので。好きだよね、うん、それが一番か。次はもう息子くんに質問ですって来てるから。エレメンタリーからミドルに変わって大変だったことはありますか？ちなみにエレメンタリーが日本でいう小学校で、ミドルは日本でいう中学校に当たると思うんですけども、6年生からミドルスクールっていうところに行く出すんですね。なのでもう去年からミドルに通い出した感じだね。だからちょうど今1年終わって次の今学年に入ったばっかりっていう 今は状況です。で、大変だったことだってエレメンタリーから、これ結構あるんじゃない？大変だったっていうか、とても変わったよね、環境は、間違いなく。でも普通になんかクラスの難しさとかは、まあ、毎年と同じ風に上がっていくだけで、ただ先生があと3人ぐらい増えるから、ちょっとスケジュールが、なの最初の方はなんか慣れが必要だけど、途中になっていくとすごい、なんだやりやすく慣れてくるってこと、うん、そうだね。あの教科によって先生も教室も変わるんだよね、うん、先生も。そうだからもうそういう好きで、みんながみんな同じスケジュールじゃないんだよね、うん、ね、違う好き。そうだからもう毎回教室ごと移動みたいな、ちょっと日本のね、中学校とか高校とはまた違うシステムかなと思って、それが大変だったみたいです。で最後がリリーちゃんにも聞いたんだけど、今一番好きなこと、待っていることは何ですか？待ってる、友達と外で遊んだりゲームしたり。そうだね、うん、学校だと算数したりアートクラスでやったり。そうだね、算数とアート。リリーちゃんもアートって言ってたよ。2人ともアートが好きみたいです。じゃあそんな感じで質問は全部なんだけど、今日本に住んでてこれからアメリカに来たい人とかね、例えばお仕事、お父さんのお仕事で来たりする人とかもいるじゃない、うん、就校とかにもいるじゃない。そういう前の友達とかもさ、そうやって来るわけじゃん、うん、日本から、うん、全く英語が分からなくても現地校にポンって入んなきゃいけない、3年間とかだけだけどね、うん、そういう子とかもいるわけじゃない、うん、なんかそういう子たちに何かあるアドバイスというか、現地校にいる側からとして、もし見てたら何か励みになるかも。まあ、なんだろう、そのなんか学校でなんか早く友達作って、なんか英語を早く覚えなきゃっていう、なんか自分にそういうプレッシャーを与えないで、普通になんかもうお家ゆっくり英語を一つずつしっかり勉強しちゃって、うん、それで、まあでも最低でも1年ぐらいは多分かかると思うけど、うん、それちゃんと英語を喋るようになったら、そこら辺でちゃんと友達が作り始めて、うん、なんか一番そういう、自分にそういうプレッシャーを与えないこと。ご質問いくつかピックアップして子供たちに質問してみました。やっぱりアメリカにいると、まあ、例えば旦那さんがこちらの方でこっちに住んでる方とかもいるけど、やっぱ旦那さんのお仕事でアメリカに来て生活してるママさんとかもたくさん会うので、何か今日の今の息子の話とかも必要な方に届いたらいいなと
変なこと、当たり前だけど異国の地に住むって全くキラキラしてるわけではないし、大変なこともすごく多いんだけど、確実に自分たちを成長してくれるそんな場ではあるので、頑張って行ってほしいなと思うし、私も引き続き頑張っていこうと思います。行ってらっしゃいということで、今回はちょっとというか、久しぶりにこういう感じでなんか動画を回してみたんですけども、誰かの何か参考になれれば嬉しいですし、子供たちもしくは私にお答えできることがあればお答えさせていただきますので、コメント欄とかにメッセージいただければと思います。では最後までお付き合いありがとうございました。バイバイ。Maybe we need the losers to find ourselves again. Oh, it's time to go from lovers back to friends. Oh, I still feel like you could be the one. But we both need freedom to run. Run wild, run free. There's so much more to see, like a